はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ドラゴンクエスト3続きをやっていきたいと思います。前回で虹の雫を使って橋を架けて、ゾーマ城に行くところですね。でゾーマの城に関しては、探索してから一回戻って、で、ゾーマのところに進んでいきましょう。てかこれあれだ、大魔神が来た。はぐれメタル仕様になってんな。あかねちゃんとかはやぶさの剣装備してるし、ギャーこれ2回攻撃してくんのか。ミカミックスも王者の剣になってるからブーメランに変えよう、次の戦闘で。うおー強そうなのが出てきてる。ゆずちゃんは、ゆずちゃんはこれでいいのか。で炎のブーメランにして、ももちゃんはゾンビキラーで、ゾンビキラーにしよう。であとちょっと作戦でいこう。全員バッチリ頑張れ。ラリホー、いらんわ。一応眠らせた。ガッ火炎、これでさ目覚ましちゃうよね。ベホマを使うのか。どうなの、ちょっとガンガン飛行勢にしようか。やっぱりベギラボン効かない。アカネちゃんが少しヒットポイント減ってんのか。雷神の剣、これもベギラボンだからね。ここは魔王の爪と似たような敵が出てくるかな。毒の沼地はもうそのまま突っ走ってこう。大したダメージにならないんで。ヒドラ、ヒャダイン使うんか。さすがにガンガン行こうぜだな。あとマジックパワーがねなくなったら撤退しよう。でゾンマ城入ったかなと思ったら入ってなかったし、まだこいつらが門番か。いいね、ミカミックス早いのいいね。ゆずちゃん33レベル、すっげえヒットポイント上がったな。ももちゃんが35。よし、でここはちょっと丁寧に調べていきましょう。あと2個、どうしようかな、右から行ってみようか。あ、左の方に石像が見えるね。あれ確かね大魔神だったよね。ヒャダイン、バシルーラ、やばい、自分は絶対バシルーラ効かないからね。さらき倒した。メラミ、ほら、お、バルログ、マントゴア、誰にベギラゴン唱えたの。ヒャダインの方が良くないか。ヒャダイン絶対効かないのかな。お前下から火炎、激しい炎が強いんだっけ。経験値はねさすがにすげえ持ってんな。宝2個っていうのはあれかな、宝箱かな。ベギラゴンやばいな。アカネちゃん何気にもうマジックパーがない。あ、でも90で倒せんの、回避率が高いってやつ。それともたまたまか、かわされたの。ちょっとアカネちゃん手動にしようか。これこっちの方とかやってみて。あー、これも降りるのね、マジか。ちょっとレミラマ、あるんか。小さなメダル、よしゲット。
はぐれメタル悪魔字がね、ちょっとこれはでも、あかねちゃんを命令させろにして、自分は攻撃をして、あかねちゃんはハヤブサの剣にしてはぐれメタルを担当させよう。ほらゴーイヨナズン、やばい、これは普通にやばい。なぜかバギマ逃げたか、しょうがない、一与えてくれ、与えられない。やっぱ倒したいからね、全力で行こう。与えられないか、いやはぐれメタルマジで倒せないわ。武闘家がいないと厳しいかな。これちょっとベフマダ唱えちゃおう。また唱えちゃった、しかったしくじったー。で王者の剣からちょっと炎のブーメランにしておきましょう。で上の階段から入っていきますか。こっちってさ、なんか意味なかった気がするんだけど、これどうせ下から出てくるでしょ。これはどうしようかな。イカズチのチェリーか、期間全然期間、ザラキも期間、ユギラゴン効くの、ユギラゴンは効く。うわ敵が強いね。魔法カンタ攻撃で行こう。で一応ちょっとまた盗賊の花、宝はない、宝はない。じゃあここ来る必要ねえじゃん。で下から出てくるんで左側を見てみましょう。宝箱らしい宝箱はね、多分ないと思うんだよね。はやぶさの剣ちょっと変えとかないと。ももちゃんもなんだかんだでマジックパワーが減ってきた。まだこのワンフロアしか見てないのに。レミラマ、あれない、え、ない。ってことは玉座のあたりか。あかねちゃんをちょっとゾンビキラーに変えて、トロールキング、読んで倒したし刃の鎧で倒したか。浮かばれないなあいつ。あかねちゃん31位、じゃあ、あの動く石像のところへ行きましょう。これはあれだ全然普通の敵だ。雷神の剣、トロールキングでもニカミックスが全然食らわないね。前衛2人であれば大丈夫だな。どこからともなく不気味な声が聞こえてきた。我らは魔王の部屋を守る者、我らを倒さぬ限り先には進めぬぞ。大魔神2体か、どうしよっか。こいつはザラキ効くのかな、ちょっとやってみよう。ガー超弱え大魔人たちをやっつけた浮かばれない、こいつらも浮かばれないな上半分がなくなってるよ。あれ何これ、持っている鍵で開けられない、え、なんで、あなぜかここで大魔人がまた出てきた。え、どういうシステムだったっけ。ザラキやばい、ももちゃんとか結構食らうな、ゆずちゃんもそれなりに食らうか。
耐久力はあるね。さすがに大魔人。全然経験値持ってねえなこいつら。どうしようかな。ベホマラ唱えよう。ベホマラがめちゃくちゃマジックパーツ使うのか。おー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 おおお、はぐれメタル倒したいよー。麦か。よし、はぐれメタル1体とりあえず残った。ザオリク、めんどくせえやつだな。しかもさ、攻撃してくんのずるくね。生き返った瞬間冷たい息を吐いてくんのか。よし、はぐれメタルまだ残ってる。1ダメージも与えてないけどね。よし、2当たった。お前は消え去れ。ダメだまあね、逃げること分かってたよ。だから炎のブーメランにしておいた。ギガデインとかはまだだね。ちょっとどういうことよ。そのまま一歩も動いてないんだけど。ザラキ死ななかったか。ザラキ宇宙とか食らうからな。あ、しまった。もういっかな、はやぶさの剣で。もういちいち変えるのがね、めんどくさい。よーし、開いた。どういうシステムになってんだかよくわかんないけど。で、で、ここでレミダーマを使おう。あるね。小さなメダル。で、そもそもさ、ここってさ、誰の城だったの？一応玉座が2つあるけど。で、ここだね。あと、このバリアってさ、どういう、あれなんだろうね、液体っぽいけどさ、このバリアの液体が階段とかに流れ込まないのかな？で、ここは回転床なんだよね。回転床があって、宝箱がないなかったっけ。右黒ってどうだったっけな。上に進みたいからこうか。でこうのこうで、こうのこう、ちょっと待ってね。でこうの右へ行きたいからこっちだっけ。違ったー。まあいいやこうでしょ。でこうバッチリじゃん。バルログは普通に攻撃をしていこう。こいつはヒットポイントが低いからね、なんかすぐ倒せる。攻撃をされるときついのかな。このさ、なんか左右に宝箱があったような気がしたけど、気のせいか。これはどういう地形だ。宝箱は1個、こっちはない。おお、ソードイド、ドラゴンゾンビとか。マジで初見さんがいっぱい出てくんね。これどうしよう。ヒャダイン唱えようか。初見の敵なんで、ちょっとガンガン行こう。効かない。雷神の剣、雷神の剣は効くね。これでソードイドは倒して、ドラゴンゾンビ氷つく息。ゆずちゃんだけちょい食らったな。耐性がないのか。また使われた。やばい、めんどくさい。これはベホマ、さすがにベホマ使うか。ももちゃんの方がマジックパワー減ってきたな。ベホマラを使ったからね、大量に一回無駄に使ったからな。まあ、一応地形を把握するという意味でも。うお、ドラゴンゾンビか。こいつらにベギラゴンが効くかどうかだな。ベギラゴン唱えよう。
よしよしよし、今のとこ 100% 入ってんな。ゆずちゃんベギラゴン行け。これで右のやつが倒せなさそうだな。でも真ん中も無理か。ドラゴンゾンビは強い。なぜゾーマはこいつらを普通に送り込まないんだ。一般市民だったら瞬殺でしょう。これはどっち？完全に道が分かれてる。よし、宝箱。もろはの剣とかいらんわ。ソードイド。もうマジックパンがちょっとないからね。2回攻撃してきた。やっぱりな。うわ、強いんだけど。やっぱりグレートヘルムとかも買った方がいいな。聞かねえし。雷神の剣どうよ。でミカミックスはリレミと覚えてたよね。その分は残しておかないと。いや、さすがにこのまま突っ込んでさ、ゾーマのところ行ったら絶対やられるでしょう。マジックパワーが枯渇してるからね。ってことはさ、マジックパワーを残しつつさ、ゾーマの元まで行かないといけないんでしょ。それも結構きついね。ほんと強い敵っ子。ガッツこの一撃とかやばい。雷神の剣が効かないとか。マジターンの無駄だからな。賢者の石を手に入れたいね。賢者の石を。そうすればベホイミとかも唱えてくんのか。賢者の石を使って回復しつつ先へ進めるんで。イオラ食らえ。目標はあれだな、賢者の石を取ることだな。ももちゃんとあかねちゃんがやっぱり耐久力が低い。ベホイミをかけておくべきか。ベホイミをかけておこう。で、宝箱は取ったからもう普通に進んで大丈夫だよね。ドラゴンゾンビマジか。ベギラゴン唱えよう。こいつは本当に強いからね。今のところ 100% 効いてる。で、さらにブーメランが入らないと倒せない。真ん中は倒せないか。いや、ヒットポイント高いね、ドラゴンゾンビ。これは、あ、こっちか。見えてよかった。ソードイト、こいつらの何気にすげえがんな。2回攻撃。雷神の剣がね、わりかし効かないんだよね。とか言うと効く。やったぜ、ブーメラン投げろ。ももちゃんとあかねちゃんのヒットポイントがどんどんなくなってくな。いや、すっげえ上がったんだけど。戦士とか半端ねえな。この下あたりだったっけ、その賢者の石がある。うわ、またさ、このバラエティに富んだ連中だな。なんかマッパンタとか唱えてきたっけ。ただあかねちゃん早いはず。祈りの指輪を使うか。これは、いや、一体だけ。しかも食らったやつがマホカンタを唱えてきた。食らったからマホカンタ唱えようみたいな。バルロクも無理か。今回の目標はあれだね、賢者の石だね。賢者の石、賢者の石をゲットしよう。それで帰ろう。
それまではちょっとマジックパーがなくなったら祈りの指輪を使います。ここまで来ればそう遠くはないはずなんで、ソードイド、うん、いいか、風の杖使ってみよう。よし、全員入った。ブーメラン誰か倒してないか。やばい、ゆずちゃんも減ってきたね。3人当たってくれ。よし、2人、3人、あ、当たった。どん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 レベルが上がっていく。すげえ上がったし、バギクロス。さあ下に降りて、オルテガのいる階だったらそこに賢者が、賢者の石があるんで、ここか、ここだっけ、あ、ここだ、ここソードイド、また出てきたね。これどうしよう、じゃあベギラゴン唱えるか。ベギラゴン、真ん中が効かなかった。わりかし早いね、ソードイド。驚く雷鳴が空気を引き裂く、そういう表現なんだ。怒ってるね。オルテガっていうかさ、一人でここまで来たの、すごいよな。いる、オルテガ。なんと一人の男は怪物と戦っている。オルテガとキングヒドラが睨み合っている。すごいな、バギクロス唱えられるんだ。90のダメージ、こいつ耐性全くねえな。ライデイン、ギガデインは覚えてないんだ。そういや俺ライデイン使ったことあったっけ。初めて見た気がするな。マジックパワーが足りない。すげえ暗い方だな。ゴムマリみたいに跳ねてるよね。ベホマ唱えてあげなよ。だ、誰かそこにいるのか。私にはもう何も見えぬ、何も聞こえぬ。もし誰かいるならどうか伝えてほしい。私はアリア藩のオルテガ、今すべて思い出した。もしその他がアリア藩に行くことがあったなら、その国に住むミックスを訪ね、オルテガがこう言っていたと伝えてくれ。平和な世にできなかったこの父を許してくれとな。じゃあな。特に何にもないからね。あれ、この像って何かあったっけ。げっ、いきなり襲いかかってきた、ひどい。もうマジックパワーがないのに。そのね、オルテガよりね、あれよ、賢者の石よ。もうマジックパワーが9になってしまった。これは祈りの指輪を使おう、この戦闘が終わったら。食らう食らう、マジで食らう。まあ、マジックパワーはあれかね、ここに来るときに使い果たしちゃったのかね。祈りの指輪、間違えた、装備じゃないわ。あかねちゃんに、あかねちゃんもともと持ってたか。じゃあ使おう。20、もう一回使おう。33、うわー、もう壊れちゃったよ。まあでも60くらいにはなったか。あれ、こっちじゃないよね。あれ、こっちだっけ。こういうとこにはないよね。ない。盗賊の花6個、あれいっぱいあるな。あそこに宝箱6個もあったっけ。ソードイドとか、ほんと絶対ベギラゴンを使わないといけないかね。てか、ももちゃんやばい、あかねちゃんもやばい。2回攻撃っていうのが本当にきつい。よし、 OK。これはももちゃんとあかねちゃんにベホマを唱えよう。よし、オッケー。あ、6個あるじゃん。
絶対ミミックとかいるよね。小さなメダル、命の石、これはザキとかザラキで死んだ時に命の石が代わりになってくれるってやつですね。世界中の歯とか2つ持ってんじゃんまあいっか。よし、賢者の石をゲット。これを誰に持たせるかだな。ちょっとももちゃんに持たせるか、今はとりあえず。祈りの指輪、あ、ぶっ壊れたからね、ありがたい。これは出てきた出てきた。ちょっとももちゃんも命令させろにして、これは長期戦になるかもしれないけど、賢者の石を使って回復させながら戦おう。賢者の石でも遅い方がいいかもしれないね、最後に回復してくれるっていう。でもまあ最初に回復してくれるのもありか。いや本当すごいよね、賢者の石とか。で最後の宝箱、光のドレス。お、やったー。光のドレスって耐性があるのか。なんかさ、これドラゴンクエスト2の時はさ、なんか耐性見れたけどさ、でも何も入ってないからね。渡す、誰がいい。ももちゃんとかすっげえ守備力低いんだけど、どうしようかな。ドラゴンローブはでもさ、なんか良さそうだよね。で、水の羽衣でしょ。あ、だったら刃の鎧だから、これと交換しよう。まあ、果たして光のドレスに、てか光のドレスって魔法カンタの効果なかったっけ。ちょっと先へ進んでいきましょう。耐性云々っていうより魔法カンタだな。まあ、毎回魔法カンタが発動するかって言われるとそうじゃないと思うけど、ここはレギュラーも唱えよう。いいねいいね、攻撃してくれるのはありがたい。ここで賢者の石回復。ミカミックスが最近ちょい遅いな。最後にブーメランを投げる。アカネちゃん32レベル、フバーハマヒャド。でもう宝箱は取り尽くしたから下へ降りましょう。ちなみにマヒャド聞くのかな。マヒャドを見たい。骨にマヒャド、どこだ。あった。聞かんたまたま聞かなかったのかどうなんだかよくわかんないけど。あ、ももちゃん攻撃しちゃった。まあいいや。賢者の石で回復したい。賢者の石が速攻で発動してくれ。ガッマジか、ギズちゃん早かった。おー、でも倒せなかったか。で下に降りて、あー、ここでもうあれか、ゾーマのところか。でちなみにね、確かね、これいろんなやつらが出てくるんですよ、その先遣隊として。バラモスブロスとかね、一番最初さっきのキングヒドラだっけ。倒した後ね、脱出するとね、確か復活してるはずなんですよ。一匹だけ倒すか。あ、ゾーマわざわざ来るんだっけ。ミカミックス、我が生贄の祭壇によくぞ来た。我こそは全てを滅ぼす者、全ての命を我が生贄とし、絶望で世界を覆い尽くしてやろう。ミカミックス、我が生贄となれ。いでよ我がしもべたち、こやつらを滅ぼし、その苦しみをわしに捧げよう。キングヒドラ、ちょっとここは命令させろにしよう。んじゃ全員だ、全員命令させろ。で攻撃攻撃、
賢者の石にしてバイキルトにしよう。どこだバイキルト、あった、あ、しまった、ミカミックスあれだな、王者の剣にしてないな。まあいいや、もらいけ170、燃え盛る火炎はあんまりダメージ食らない、が攻撃が半端ないな。どこだどこだ王者の剣、あ、賢者の石にいくか、節約してこう、節約して、バイキルとミカミックス、いいね、早いからいいね。ももちゃんがダメージを食らわなければ、おお、燃え盛る火炎2連続、この2人がアタッカーになれば大丈夫でしょう。で賢者の石で回復と、あ、間違えた、攻撃しちゃった本当はルカニとか唱えようかなと思ったけど、ヒットポイントだけはさすがにあるね。どうしようかな、ルカに聞くかな、ルカに聞いてくれればすげえ楽になるはず。聞かない、攻撃を2回食らうと厳しいね、2回連続でアカネちゃんとか攻撃されると死ぬぞ多分どうしようかな、じゃあフバーハとか唱えてもさ、別に大したあれだよね、激しい炎とか来ないからね。うん、まあこんなもんでしょう。3050か、ゾーマはいなくなってしまった。あれ、ここじゃ帰れないの。リレミト、ここは帰れますね。じゃあちょっとメダルも手に入れたんでアリアハンに行こう。アリアハンに行って母さんにオルテガが死んだことを伝えよう。そういうイベントはないけど、寝よう。いや、ザオリクとかも使えたんだけどさ。そうだった、これあれだ、寝れねえんだまたやってしまった。オルテガの死を伝えることは俺にはできない、心の中に秘めておこう。墓場まで持ってこう。なんでオルテガは一人で旅してたんだろうね。俺みたいにさ4人で旅すればよかったのに。やっぱね、僧侶は必須だよ、回復役の僧侶は。自分がペフォーマー使えるからといってさ、一人で行くのはね、相当レベル高くないと無理だよ。それこそリムルダールの近くでずっとハグレメタル買ってないと。97枚、神秘のビキニ、グリーンガム、あと何枚、あと3枚とかだった。え、取り逃しをさ取ればさ、グリーンガムの虫とか手に入れられるかな。ちょっと欲しいな。まあ、まずはちょっと神秘のビキニ、神秘のビキニが耐性あるのかな、耐性ないのかな、よくわからん。ドラゴンローブはちょっと外したくないよね、だって水の羽衣か、水の羽衣な、絶対これ耐性あるからね。ちょっと神秘のビキニは耐性あるかどうか調べて、かつちょっとメダル探しをしましょう裏でグリーンガムのムチ欲しいんで、100枚到達できるようだったらちょっと100枚集めたいと思います。はい、それでは再びゾーマの生贄の祭壇に来ておりますけれども、グリーンガムのムチはクリアしないとね、メダルが100枚集まらないので、ちょっと今回は取れないですね。で、あとレベルを上げました。ミカミックスはギガデインとベホマズンまで覚えて、アカネちゃんがね、魔法使い系が、ドラゴラム系までなのと、僧侶がまだねザオリクとか覚えてないんですけれども、ちょっともうレベル上げるのかなり大変なんで、これで1回ゾーマに挑もうと思います。じゃあ行きましょう。もう1回このね演出が入るからね、ゾーマも大変だよな、これ火つけるの大変なんだからみたいな。で明るくして、
玉座から歩いていくと、わざわざ出迎えてくれるからね。でセリフも間違えないように言わないとみたいな。ミカミックスよ、我が生贄の祭壇によくぞ来た。我こそは全てを滅ぼす者、全ての命を我が生贄として絶望で世界を追い尽くしてやろう。ミカミックスよ、我が生贄となれ。いでよ我がしもべたち、こやつらの滅ぼし、その苦しみをわしに捧げよう。って言って、前回キングヒドラぶっ殺されてるからね。あれちょっと待って、作戦、命令させろ。でゆずちゃんミカミックスで、ももちゃんはね賢者の石持ってて、まあ、自分でねベホマラを唱えることができるんですけれども、とりあえずまあももちゃんに持たせておきましょう。でまずはバイキルトで攻撃力を上げる。あ、しまったー、炎のブーメランになってた。そっか、キングヒドラは攻撃力が結構高いんだよね確か。スクルトを一回かけておくか。王者の剣にしましょう。でももちゃんはもうひたすら賢者の石で、バイキルト優先でいいか。攻撃あるのみ290、いいね。火炎はね大して強くないんで、いや攻撃だな、攻撃強えわ。2回連続で食らうと死ぬ。スクルトを唱えよう。スクルトは2回重ねるか。でフバーハはかけなくていいよね、大した炎を吐いてくるわけじゃないんで。おお、かわした、ナイスだ。でもう1回スクルトを重ねかけしておけば大丈夫でしょう。320とかめちゃ強えな。3050、敵を倒してる間にレベルが上がってくれると嬉しいんだけど。バラモスブロス、これもまあまずはバイキルトをかけてどんな攻撃をしてくるのかちょっと様子を見ましょう。とりあえず全開、防御力高いな。攻撃力はそこまで高いわけではない。しかも1回しか攻撃してこなかったな。こっちなんかさ、2回攻撃とか3回攻撃とかしてきた気がするんだけど。激しい炎、まあ、激しい炎はそこそこ。イオナズン来たね。ほら来た、3回攻撃。ただまあもう1回賢者の石でいいでしょう。どうする、魔法カンタとか唱えとく適当に。あ、魔法カンタって自分にしか唱えられないんだ、まあ、賢者の石は別に跳ね返るわけじゃないん で魔法カンタ唱えるとさ、相手魔法唱えてこないのかな、ちょっと分かんないけど。一応じゃあ固めるのは固めとこう。フバーハ唱えよう。あ、倒したわ。でこいつは3300と1万くらい入るかな。バラモスゾンビがいるんで。バラモスブロスって要はさ、バラモスの兄弟ってことでしょ。でバラモスブロスかバラモスがどっちかがゾンビになったと、まあ、そういうお話だよね多分お話っていうかなんていうか。じゃあまたバイキルトをかけておこう。まずはバイキルトだねやっぱり。400とか、こいつは防御力が弱いな。ガーッ、超強い。こいつは攻撃力が高い。ちょっと待って、これ1回スクルト先に唱えよう。2回掛けを先にやっておこう。危険だ本当に。うわ、ももちゃんやばい。うわ、やっべえわこいつマジで。あれちょっと待って、ももちゃんが賢者の石で、あかねちゃんちょっともう一回作るだな。これ4回かけておいた方がいいね。ちょっと攻撃はミカミックスにマジで任せよう。おお、でも今のところ攻撃しかしてこないから、スクルトで固めればなんとかなりそうだな。こうやってる間にどんどんダメージを与えていけるからね。おお、だいぶ落ち着いたな。スクルト4回掛けでだいぶ落ち着いた。どうしようかな、バイキルト唱える。だったらなんかメラゾーマで攻撃した方が良さそうな気がするけど。くらえ、メラゾーマね覚えたんですよ。ヒットポイント高いね。
で、こいつはもう攻撃しかしてこないね。あ、それはそれで楽なんだけど。メラゾーナ、メラゾーナもうちょっと派手でもいい気がするんだけど、全体的に魔法のエフェクトが控えめですよね。まあ3だからしょうがないんだけどさ。あ、しまった、攻撃しちゃった。いや、それでも80くらい当たるか。そろそろ死んでくれ。よし、誰もレベルが上がらない。光の玉はゆずちゃんが持ってるでしょ。あかねちゃんちょっと祈りの指輪使っちゃおう。マックスいくつだっけ。あかねちゃんは最大マジックパワー255。あ、まだまだだ、全然使ったんだな。20、もう一回使おう。よし、 OK。 さあこれでゾーマに挑みましょう。大丈夫だよね、一応見とこう。で、光のドレスは別に魔法カンタの効果じゃなく耐性はありますね。で、ドラゴンローブと水の羽衣、なんだっけ、なんか手に入れたけど、神秘のビキニだ。これはね、耐性がないんで、ちょっと袋の中に置いておきましょう。これでいいか。大丈夫だよね。ヒットポイント的にもまあ、あかねちゃん197。197か、ちょっと低い気がするけど、まあいいや。ミカミックスよ、何故もがき生きるのか。我こそ、ん、ちげえ、滅びこそ我が喜び、死にゆく者こそ美しい。さあ、我が腕の中で生きたいのがよい。腕の中とかちょっと嫌だな。で、もうちょっと光の玉はいきなり使います。で、攻撃でいいよね、攻撃。ももちゃん、賢者の石。どうしよう、フバー派使う？いや、バイキルトだな、やっぱり。ゾーマはね、凍てつく波動を使ってくるんで、それがちょっと厄介なのと、強いぞ、ちょっと待って。これで一応回復はなんとかなったか。闇の衣ありだと、このレベルだと絶対無理だな。で、ミカミックスのね、ベホマズンは万が一の時のために残しておきたいんで、ほほう、我がバリアを外す術を知っていたとはな。しかし無駄なこと、さあ我が腕の中でもがき苦しむがいい。こいつ腕の中好きだね。フバーハにするかバイキュートにするかちょっと悩むな。やっぱフバーハにしとこう。マヒャド、いや、ももちゃんがちょっとやばい。ベオコマを唱えておく必要があるか。んー、イズちゃんは普通に行こう。ももちゃん賢者の石で、ベオまで行こう。まずは全開にしておく。攻撃はミカミクさん、来たー、相手つく波動。いや、凍てつく波動からの凍える吹雪、これコンボだね。で、もうももちゃんはずっと賢者の石で、やっぱり攻撃が最優先だな。まずはミカミックスにバイキルト、その後にフバハだな。まあ、トーマの音楽はかっこいいよね。先に賢者の石が入ったか。フバハだな。本当はバイキルトかけたいんだけど、うおー、しかしこの凍てつく波動も1回攻撃になるから、それはそれで助かる。マヒャドだったら全然立て直し可能だからね。バイキルト、ほら、凍てつく波動。でもまあバイキルトがかかって、こ、お、なんだこいつ。頭悪いぞ、やった。一応ただ賢者の石、うん、どうしようかな。フバーハ唱えちゃうか。フバーハとバイキルトのコンボでいこう。うわー、フバーハ遅かった。80、90とかすげえ食らうな。おとなしく賢者の石を使っておけばよかった。ちょっと待ってね、ここは賢者の石を使ってベホマラを唱えよう。アカネちゃんはね、先に行動できるはずなんで。よし、あっぶね、いや危なかった。で、ここでさらに賢者の石が入るから多少なんとかなったな。ただミクフィックスの攻撃が、
とね、どうする、あかねちゃん死ぬのだけはマジ避けたいからな。ちょっとこのターンはペオコまで回復しよう。で本来だったらね、ももちゃんがね最後に行動してくれるとすげえ助かるんだけどな、素早さが高すぎるか。攻撃でいこう、バイキルド、ほら、ここエルフ撃、ももちゃんがすげえ食らうんだな。いやほんとこれさ、賢者の石がさないと超きついよね。いや来た、これ凍える吹雪さ2回連続で来られたら、うわっ、あかねちゃんやられた、マジか、立て直しがきつい、どうするどうする。ちょっと待って、ここは世界樹の葉、ミカミックスはもう1回ペホマズン唱えるか、2回唱えられないんだよな。でね、ももちゃんどうする、防御しておくか、これで死ぬことはないでしょう。凍えるフグって防御で減る、お減る減る減る、あっぶんね、よしよしよし、まさか防御を使うとは、さすがだな、攻撃あるのみ、凍てつく波動、しかし凍てつく波動で1回分になるから、賢者の石でやっぱりバイキルトだな、よしバイキルト攻撃が入った、これ2回やられるとほんと厳しいんだよね、相手つく波動だ、危ねえ、あかねちゃん全回復してないな、あかねちゃんなヒットポイント200ないっていうのが結構厳しい。ほら、うわこれはきつい、これはあかねちゃんあれだな、ベホマ案件だな。どこだ、ベホマ、ベホマ、よし、これでゾーマが先に動かれると、あっぶね、いやさすがに強いわゾーマは。どうする、クバハ唱えるか、まだ死なないか、ゆずちゃんマヒャド、マヒャドはクバハ関係ないからな、賢者の石、ちゃんのヒットポイントが何気に減ってる、あれ、あかねちゃんか、あかねちゃんどうするこれ、バイキルト行くか、ゆずちゃんに、ここは攻撃のターンだ、ほら凍える吹雪、よしクバーハが効いてる、だいぶ楽だ、おお2回来た、あっぶんねクバーハ様様よ、倒した、いや強かったよ本当に。ミカミックスよ、よくぞわしを倒した、だが光ある限り闇もまたある、わしには見えるのだ、再び何者かが闇から現れよう、だがその時お前は年老いて生きてはいまい、わははクホア、なんでこいつが死ぬと城が崩れるんだあ、動くのか、リレミトとかできんのかな、何も起こらなかった、おー、あ、そうか、そんなんだったね、そういえば、でここももうもともと魔法が使えないとこなので、これちなみに宝箱取ってなかったらどうなってんだろう、ここで勇者の盾を手に入れたってなってもね、ちょっと悲しいよね。まあさすがにね、モンスターは出ないはずなんで、っていうか地震が起きてるし、
てかゾウはさ一人倒したくらいでなんでこんな地殻変動みたいなのが起きんの？そんなに影響力あんの？これ一応さ心情的にはさ急げ崩れるぞっていう感じなのかな、早く地上へ上がるんだみたいな。歩いてるけどね普通に。特にその後崩れることはなかった。おお、また地震が。空の上の方で何かが閉じたような音がした。朝が訪れた。とりあえずララトームに帰ろう。船とかなくなってんだよね。あ、ゾーマの城もなくなってる。サラチになってる。サラチの後また竜王が建てたのかな。このサラチに城を建てようみたいな。なんであそこに建てようと思ったんだろう。朝だ朝だよーと。まあそのまま普通にララトームへ行きますか。誰とも話すことなく直行しましょう。誰も出迎えに来てくんないな。城の中でみんな待ってんのか。王戻られましたか。大魔王ゾーマを倒されたと聞き我が王もお喜びです。誰に聞いたんだよ誰に。ありがとうございました。おかげでこの国にも朝がやってきました。ああ光がこんなにも眩しいだなんて。てかみんなサングラスかけなくて大丈夫かね。ずっと暗い中にいるとさうわ眩しいってなって目が開けられないっていう状況になんないのかな。沈まれ皆の者。ミカミックスとその仲間たちを知らせを受けそなたの帰りを待ちかねていたのじゃ。だから誰が知らせてくれたんだよ。よくぞ大魔王ゾーマを倒した。そしてよくぞ無事に戻った。心から礼を言うぞ。この国に朝が来たのも全てそなたらの働きのおかげじゃ。大魔王が滅びたためなのか別の世界に通じていた穴は閉じてしまったようじゃが、ここアレフガルドも光ある一つの世界として歩み始めるであろう。全てはそなたらのおかげ。ミカミックスよ、そなたこそ誠の勇者じゃ。ってさ言ってるけどさ、オルテガもう超悲しいよね。オルテガの話題一切出ないからね。死ぬということはそういうことなのか。厳しい世の中だ。邪魔だどけって。なぜ俺は猫に戯れているんだ。かくしてロトの称号を受けたミカミックスはここアレフガルドの英雄となる。だが祝いの宴が終わった時ミカミックスの姿はもはやどこにもなかったという。そして彼が残していった武器防具はロトの剣ロトの鎧として、聖なる守りはロトの印として後の世に伝えられたという。そして伝説が始まった。
まあ、アレフガルドはね、今後ワンツーって続いていくんですけど、上の世界がどうなったのかっていうのも気になるよね、その後。はい、というところで、無事ドラゴンクエスト3、ゾーマを倒すことができました。で、一応ねこの後裏ダンジョンもあるんですけれども、まあ、一応裏ダンジョンはちょいちょいぼちぼちやっていこうかなと、思いますので、まあ、一旦ドラゴンクエスト3は、ここで終了して、まあ、機会があればまた裏ダンジョンの方もやっていきたいと思います。じゃあ今回はこれで終了したいと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。パソコンの方は動画右下の登録ボタンから、スマホの方は動画の説明欄から登録が可能です。またツイッターではツイッター限定の動画も配信しておりますので、ぜひこちらの方もフォローをお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。